はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、エクシーズフェスティバルそろそろ始まりますが、あ、ちょっとまあ撮影日現在20日なんですが、こちらのイベントで使うおすすめデッキ、全部でまあ6つほどねご紹介していきたいというふうに思っております。この6つはどうやって導き出したかっていうと、まあこれ2回目なんですよ、エクシーズフェスティバルって。実はだ前回のイベントで強かったデッキプラス、今回あのルーム一応開けるんですけど、このルールでイベントのルールでこのルームで、使ってみて強かったなと、勝率高かったなというデッキをね、いくつかご紹介していきたいというふうに思っております。早速いきましょう。一つ目はホープデッキですね。まあ、いわゆるなんかエクシーズ版ジャンドとか言われているめちゃくちゃ強力な先行制圧をしてくるデッキとなっております。あの展開が通ればめちゃくちゃやばいこと起きて、なんか最終盤面ね、最終盤面に未来竜王、ライオホープレイ、それからタイタニックギャラクシーホープドラグナーみたいな場面になるんで、なんかモンスター効果なんか 2,3 回無効にして魔法カードを2回くらい無効にしてくるっていうガチでやばい展開ができるんですよ。で、あのこの一応ルールですね、あの一応ね先行と、あ、後攻取っても大丈夫なように手札誘発がいっぱい入れられまして、まあ、増殖する G とかルラとかあのエフェクトベーラーとか無限抱擁とかあのニビルとかね、なんか全部使えるんですよ。だからまあ普通のねランクマンみたいな感じの感覚でデュエルしていくことになると思います。はい、レジェンドアンストロジーはまあ誘発飛んでこなくて結構みんながやりたい遊戯王ができてたと思うんですけども、まあ多少のあの対話というかがあの起きてね、今回は割と対話拒否のデッキもあのいくつかねあの出来上がると思います。はい、でホープのデッキのミソはやっぱり、ランクアップマジックであのドラグナーを出していくっていうところで、まあ、あのダブルとかあとホープからのホープワン経由からのランクアップマジックとかで結構あの強めのモンスターが並ぶんですね、盤面に。まあ、ライオホープで最低限レベル4みたいに並べば出るんで、まあ、モンスター効果2回ぐらいは無効にしてくれるかなっていうのと、あと、まあ、ドラグナーまでね繋がれば普通にあのタイタイギャラクシーとかも出るんで魔法カード無効にできて結構強いかなっていう感じなんで、まあ、あのホープが好きな方はねぜひ使ってみていただきたい。あとあのホープのプロじゃないから俺、あのホープのプロいるじゃん世の中に。だからなんかこうしたら強いですよとかこういうカード入れたら強いですよっていうのがあればよかったらコメント欄にあの投げておいていただければと 思ってます。で、今回ですねデッキが6つぐらいあるんで、あのめちゃくちゃ多いんですね。だからちょっとリプレイつけてるとなんか動画ほんと500万時間ぐらいになるんでなんでちょっとリプレイはちょっと割愛させてもらって、あの回し方難しいのあればあのデッキレシピに書いておくんで、あのよかったら見てください、概要欄からチェックしてください。あのホープもね結構あのルートというか展開の方法がいくつかあるので、これあのレシピに書いておきます。でね、やばいなと思ってるのを1個だけちょっと先にお伝えしたい。このイベントで飛翔する G っていうモンスターご存知ですか皆さん。これねなんかねこのイベント使えるんだよね。これ前回も使えたっけな、このモンスター。なんか飛翔する G っていうカード何かっていうとエクシーズガンメターモンスターでございまして、相手がモンスターの召喚特殊召喚に成功したらフィールドを相手フィールド上にぶん投げることができて、でこいつがいるとこのカードのコントローラーエクシーズ召喚できないって書いてあるんですよ。だからエクシーズガンメターできちゃうんですよね、これ。これねあれよくないと思うんですよ。これ今すぐに禁止した方がいいんじゃないかなと思ってるんですけど、なんか知んないけどこのイベントのレギュレーション使えるんですよね。これなんでなんだろうなこれこれコナミ君これ見逃してない、これ。あのマジで飛翔するフェスになる可能性あって、このイベント普通に、まあ、手札誘発使えるからレジェンドアンストロジーみたいな感覚で結構神ゲーがレジェンドアンストロジーは起きてたけど、あのこのイベントは手札誘発バンバン飛んでくるし、なんなら飛翔する地に飛んできてエクシーズ否定されるしで、なんかメタビ一番強いんじゃないかみたいなレベルなんですよ。いやもう本当になんかね、それ良くないと思うから、これ今すぐに禁止した方がいいんじゃないかなと思ってんだけど。ああ、なんか使えるんだよな。だからまあ、増 G、飛翔する G、春うらら、無限抱擁みたいな感じで積んでます。ほんで、飛翔する G にぶん投げられちゃった時のために、あのこれ、あのリンク召喚して溶かすはできないからさ、あのエクシーズフェスだから。だから一応、金敵とか、まあ、積んでます、一応。あの、アドバー召喚できるようなできったらいいけどさ、なんかそれできなかったら結構きついから、だからまあちょっと回答はあった方がいいんじゃないかなっていう気はしますね。はい、で守備表示特殊召喚できるから、あのあれだからね、あの自爆特攻できんからね、そのターンは。はい、そんな感じです。ほんでこのデッキのいいところは、
マジでやばい制圧盤面ができること。だから先行取ってガン制圧して相手の心を折って周回したいっていう方には結構おすすめかなというふうに思ってます。次行きましょう。お次はですね、エクソシスターですね。まあね、先行の制圧力がかなり高いと思ってて、除外できるんですね、カードをひたすらに。まあ、マニフィカまで繋がれば、マニフィカで1枚、で、マニフィカから出てくるミカエレスで1枚、ほんで、リタニアで、まあ、1枚から2枚、みたいな感じなんで、まあ、最大3から4枚ぐらい、除外してくるんですよ。だから、着地から一生できるんで、結構強い、と思ってます。エクシズって結局、モンスターを2体並べないとエクシズできないんで、だからもうなんか、出てきたモンスターをひたすら狩りまくるっていうね、ことができるんで、まあ、展開通ればね、かなり強いかなと思ってますね。で、この時にも当たり前に、飛翔する G が、入っておりまして。なんか、これを入れたデッキをおすすめするのどうなんだろうなと思ったけど、なんか使えるもんは、やっぱ紹介しておいた方が、みんなも対策とか考えられると思うから、まあ一応ね、入ってます。このモンスターやばいのはさ、なんか、墓穴とかそういうので無効にできないし、あと無限雇用とかで無効にできないんですよ。相手のフィールド上に守備表示で特殊化するっていう効果だからね。クソだと思うんだよな、これ。はい。まあ一応ね、このデッキは、マルファっていうね、最強のモンスターがいて、で、初動になってるんで、これを引いてくるようにスモールワールドを積んでます。まあ、手札誘発は実質的には自由枠みたいな感じなんですよ。増殖する G とか、飛翔する G とか、うららとか、この辺の、ハガルマサス金敵とか、この辺のカードは全部自由枠なんで、まあ、ここは自分の持ってる、カードと相談してもらったり、あと、環境に合わせて、まあ、変えていっていただければいいのかなと思うんで、まあこれはイベント始まってみないとね、わかんないんでね。はい。なので、まあちょっとこの辺は自由に変えてもらって、対戦してみていただければというふうに思ってます。まあ一応ね、ゼアルフィエルとか入れると、カリウガを着地させるっていう、そういうクソムーブが一応できるデッキなので、これもなんか、禁止されてないんでね。なんでまあ、カリウガを出すっていう構築も、対話拒否をしたい方は、いいんじゃないかなというふうに思います。はい。次。三つ目、シャークデッキですね。シャークデッキはですね、結構簡単に未来竜王が出せるんで、まあ割とね、怪獣とかが、なんかその流行ってしまうと、ちょっと厳しいけど、そういうのがなければね、展開する方のエクシーズデッキであれば、かなり強いと思うんですよね、未来竜王立てられれば。カッターシャークとか、それから、デッドレイフもね、この、クリスタルシャークが来たことによって、一応初動になったんで、まあこっから、例えば、ステルスクラーゲン出したりね。それから、まあ、普通にその、バハシャ、文字がなくなったんでちょっと弱くなりましたけど、昔よりかは。バハシャから、ナイトメア出して、で、ナイトメアの上に重ねて、ブラックレイランサー出して、で、ブラックレイランサーとバハシャで、未来竜王が出るんで、まあ、ここの動きできれば、まあ、最低限結構妨害的には強いかなっていうのと、枠もまあ、そこそこね、あるんで、まあ、うららとか増字、飛翔する地、無限法要、などなど、いろいろ積みますから、あと、合同も強いますしね、このデッキは。はい。なんで、まあ、そこそこ強いんじゃないかなと思ってます。まあ、ちょっと、ワンキルするの意外と難しかったりするけど、ネフィルアサイルも減ってないとかね、これは結構強いし、相手のモンスターパクって、素材にしてから、で、ぶん殴ってアーゼウスみたいな動きも、一応できるんで、まあ、全然強いんじゃないかなと思いますんで、まあ、シャークが好きな方はね、リョーカ君が好きな方は、ぜひ使ってみていただければなというふうに思ってます。次。ギャラクシーデッキですね。このデッキ、毎回、なんか、イベントの時活躍してるイメージありますけど、毎イベント猛威を振るってるみたいなね、話ありますけど、エクシズフェスでも、まあ、言わずもがな、なんか、結構ね、高校ワンキル決まるんですよね、このデッキ。なんでかっていうと、しかも、回し方結構簡単で、プライムフォトン出してぶん殴るだけなんですよ、基本的には。基本的にはね、高校で、ギャラクシアイズプライムフォトン出して、で、効果使ってぶん殴るっていうだけ。で、素材にギャラクシアイズと、アフターグローを、素材にしとけばいいっていう。で、それをサポートするためにいろいろ入ってて、こういうね、エクスペディションとか、トランサーとか、こういうカードが入ってる感じですね。難点はね、まあちょっとコンボデッキではあるから、基本的には。だから、しかも先行を取らせるんですよ、相手に。これで殴るっていうデッキなんで。だから、ちょっとね、誘発の引きによってはね、先行制圧されちゃって返せなくなっちゃうことがあるかもしれないね。うん。まあそこは、飛翔する G で止めていけみたいな話あるけど。マジで飛翔するフェスになる可能性めっちゃ感じてて、なんかちょっと嫌なんだけどさ、今から飛翔するフェスになったら嫌だな、本当に。まあちょっとまあ、やってみてって感じだな、この辺は。どういう環境なのか、環境が分かんねえから。はい。で、一応ね、金敵高校から打ってね、で、相手のモンスターの効果止めてから普通にプライムフォトンでぶん殴っていくっていう、まあ、動き
これができればいいんじゃないかなというふうに思ってますんで、まあちょっとレシピはね、なんかめっちゃ単純なんで、あのレシピが、まあもうちょっといろいろできるように変えてもらってもいいと思いますけど、まあでも、ここから殴っていくには、まあ最適なデッキなんじゃないかなと思うので、ギャラクシー、組んだ人いるんじゃない？レジェンドアンソロジーで結構強かったから。まあだから、まあそこを使い回してもらえばいいかなという感じですね。はい。次。ヌメロンデッキですね。はい。あの、いつも通り。ちょっと違うところは、このヌメロンネットワークが、リミットに、純制限になってるんですね。で、テラフォーミングが禁止になってるんですよ。このリミットだけじゃなくて。だちょっとね、安定感が落ちます。ヌメロンは。ちょっとですね、なんだろうな。初動というか、ヌメロンネットワークにアクセスができないっていうことが起こるかもしれない。ちょ、やってみた感じね。まあ、初動がないときあるんだよね。だから、あの、ヌメロンウォールとか、あの、プラントパスファインダーとかがないと、あの、このデッキ、結構ここにアクセスしづらいので。だからね、そこがちょっと難点ではあるけど、まあ、ぶっちゃけ安定感はちょっと落ちてるけど、言うてさ、このイベントってさ、別にハンドラだったらすぐサレンダーすれば、あの、ジムは稼げんじゃん。別に負けたところでなんか特に、ね、なんだ、あの、ペナルティみたいなないから。だから、まあ、ハンドラだったらサレンダーすればいいっていうふうに考えると、これで来て本当に簡単で、マジでヌメロンネットワーク貼って、ほんでヌメロン4体出してぶん殴るだけじゃん。まあリミッター解除も あればそれ打つだけだし。だから、なんか脳死で使えるんですよね。だからなんか脳が疲れてる人とか。もうなんか、あの一生働き続けて、なんか疲れて帰ってきてもうイベントやる気大きいみたいな人でも、まあ数千はやんないとジェムがもらえないじゃないですか。だからそういう人には結構おすすめかなと。マジで脳死だから。で、一応、スモールワールドが、あるんでね。使えるんでね。これ前回のフェス多分使えなかったと思うんですよね。だ結構安定感が上がってて、ラバゴをね、経由でサーチしたりとか、あと、ヌメロンウォールサーチしたりとか、エキセントリックサーチしてバック除去したりとか、なんかここ、うまいことね、噛み合ってるんですよ。なので、このスモールワールドの、サーチで、なんかうまいこと相手の盤面を解決してみてください。なかったとしても、初動とかが。はい。まあ、そんな感じかな。まあ、考えることあんまないかな、あとは。はい。で、まあ、困ったら、バックは、ライトニングストームと、レッドリブートで黙らして、で、前を、ラバゴで処理して、頑張ってみてください。はい。以上。脳死だね。ラストはですね、軍艦ですね。これ、レジェンドアンストロジーだと、板前アーゼウス君と、それから、まあ、ボディーガード未来竜王君が使えなかったんですけど、まあ、今回のエクシーズフェス使えるということで、フルパワーです。フルパワー寿司、使えます。これはまあ先行でも後攻でもいいっていうのもいいところね、このデッキは。割と。まあ、後攻でも結構ウニでまくっていけるし、まあ、先行だったらミラーリオとか出せるし、バグースからもいいしみたいな感じで。はい、で、このデッキの、いいところは、やっぱね、安いんですね、メインギミックが。とても安い。で、レジェンドアンストロジーでも使ってるよっていう人結構いたと思うんですよ。コメント欄にも結構現れてたんで。だから、まあ、そのデッキを、ね、多少カスタムして使い回してもらえば、まあ、このエクシーズフェスでも使えるということで、まあ、割とね、コスパがいいデッキになってるんじゃないかなというふうに思ってます。でも結構強いと思います。はい。割と。寿司のね、ムーブ自体はかなり強くて、まあ、レジェンドアンストロジーはここなかったからさ、なんか結構大変だったと思うんですけど、あるんでこれ、今回は。結構なんかその、ウニでぶん殴って、シャリから出した、ウニでぶん殴ってからアーゼウスみたいな動きしてれば、大体まくれるし、まあ、なかなか強いと思うんですよ。はい。というわけで、あ、これあれだわ。あれ入れた方がいい。ごめん。ガイアドラグーン入れ忘れてる、これ。ガイアドラグーンは、素材重ねて、素材を増やせるんですよ、アーゼウスの。これあった方がいいですね。まあ、さすがに、シラウを1枚抜く感じかな。まあ、こんな感じでいいと思うわ。うん。大体。で、一応、ランク4。のムーブするときにバグースカーでもいいんだけど、まあ、未来竜王行けなかった場合ライオホープレイもできるようにライオホープレイが入ってるとペガサスツインセーバーが入ってるって感じですね。はい。まあそんなところかな。まあ、おすすめデッキとは言いましたけど、正直まだイベント始まってないんで、まあ、どのぐらいの環境なのか分かんないし、飛翔する G どんだけ飛んでくるのかみたいなの分かんないからマジでね、この辺のね、手札誘発とかこの汎用札は皆さん入れ替え立ち替えね、ちょっとやっていただければなというふうに思ってます。どうなるんだろうな。ちょっとこれだけは今すぐに俺は禁止した方がいいと思ってんだけど、どうなんだろう。あ、でちなみに皆さんもね、よかったらこのデッキ多分強いですとか、このデッキ僕使おうと思ってるんですけどみたいなのがあったらコメント欄に残しておいていただけると、
多分ねコメント欄見た人たちが、あ確かにそれもあるなってなるから、よかったらちょっとコメントをね残していっていただけるととってもありがたいです。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。エクシスフェス頑張りましょう皆さん。